こんばんは岡田斗司夫です。え三、ー、月五日ニコニコ生放送ですね。今日はええー、とですねキングコングのですね西野昭弘さんをゲストに来ていただいてまああのいっぱい喋ろうというふうに思ってるんですけど今そこら辺で座ってですねニヤニヤしてます。<laughs> はい。えー、こんばんはです。ええー、とですねガープの世界っていうですねあのアーウィングっていう人の小説がありましたけどそれを現代がですねザワールド あの「アカウンティング・トゥ」ガープっていうのが現代なはですね、まああの「何々によれば」ということで「ガープによればこの世界はこのように定義できるとかこういうふうに見えるという意味なんですけども今日はあのとりあえず一番最初に僕が10分か15分ぐらい話そうと思うんですけども「まあ、あのアコーディング・トゥ・岡田敏夫」で「岡田敏夫」によれば西野昭弘はこういうふうに見えるというのを話そうと思います。とい <laughs> いうのは、これを話すとかないと あのやっぱりねみんなの知識僕が持ってる知識とか見解とあとみんなが見てる西野君とある程度一致させないとこっからの話一番最初にそれぞれが持ってる見解だけで見ると割とねテレビ的になっちゃうというか。 まあ,あの、言い方は悪いかも分かんないけど『アメトーク』とかに出て西野君来て「なんでお前芸人やのになんかこう,う絵本書いてんねや」って言ったら「いやこうやないですか」っていうので荒れて面白がる人がいるっていうこのふう,いうな流れになるのがテレビとしては面白いんですけどもそれをニコ生で見てもなんかまあつまんねえなというのがありましてですねまず一番僕の方から補助線っていうのかなあの僕によればこういうふうに見えるというですねあの参考資料みたいなのを出したいと思います。 西野昭弘って、本本当は本当はに芸人ですか問題ですね。えー、2つ目は最近何やってんの問題3つ目はもうみんな、えー、よく分かってる炎上問題炎上芸人と言われてるんですけどもそれはんでそういうふうなことになるのかっていうです、ね、この3つをですね一番最初にちょっとまあ短めに解説しようと思います。というのは短めに解説しないとあの西野君が出るのが遅れてでその後に僕とりあえず時間いっぱい使いたいんですよ。で今日は エンドレスと一応あのこの表放送はですねあの無料で見れる表放送は8時45分までやりますけどその後、いつもは9時半ぐらいでで終わるんですよ。ただもう西野君も喋る方だから今回もリミッター外して <laughs> どちらかが疲れてギブアップするまで延長してやろうと思ってです <laughs> やりますんでですねまああの。 朝まではない。もうもう,もう俺ももう俺も今年で、ね、7月59日だから朝まではないですけども、あの楽しくですね、えー、気が済むまで話したいと思いますのでですね、えー、適当にですね早めに、えー、切り上げようと思います。あの僕だけの説明早めに切り上げると思います。まず最初、芸人ですか問題ですね。あの芸人さんがワイワイ、高さがなんか2段とか3段あるいわゆるひな祭りの段みたいなひな壇というのに座っている。 ああいうのがトーークショーってよく見ますよね。司会者がこっちの方にいてアメトークとかもそうですけどで芸人さんが「おいおい」って言って立ち上がったりするああいうのをひな壇番組っていうふうに言います。でひな壇番組に西野さんはだいぶ前にああ,いうのああいうのとかひな壇番,番組には出ない宣言したんですね。で、でまたたこれが炎上したんですよ。<laughs> っていうのは芸人でありながらまあなんかね炎上、まあ、ロジックはいくつかあるんですよ。 芸人ななのに仕事事選ぶなんて何事だって。何だっお前そんなに偉いのかよっていうやつから、えー、芸人っていうのは面白ければいいんだからそこの場合に行って面白くしろよとそんな,なんかひなた組が面白くないいやそんなこと一色言ってないんだけどもそんなそういうところを面白くするのがお前の役割だろうみたいなものからですまあいろんなのがぐちゃ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 してると。であのー、これですね、まあ、本人の説明で僕によれば僕が納得しているところによれば。 そこにいるのは実は西野貴弘である必要がないと。つまり面白いことを言えるガヤみたいな人とか面白いエピソードを持っている人でいれば誰でもいいと。誰でもいいからこそ実はひな壇で見れる人っていうのはある程度もう決まっちゃってるわけですよね。もちろん今あのコメントで出たくても出れない人がいると。だ出たくても出れない人がいるということで。 納得して俺が出れ二色 <laughs> 嫌なのでですねまあ多分そのアーティストでですねいわゆるミュージシャンで歌番組に出ないっていうのと僕似たようなもんじゃないかなというふうにちょっと理解してるんですねつまりあのー、なんだろうな「ミュージックステーション」の4曲目ですとか「トリです」っていうふうに言われてもそれはその時にその時にブッキングできる一番売れてるアーティストであって。 俺である必要ねえじゃんっていうですね。なか泉谷しげるとかですね、なんかそう面倒くさい人は言いそうじゃないですか。そういうなんかこう面倒くさいアーティストっぽいポジションの芸人さんなんだというふうに僕は理解してます。これがまあ、えー、芸人ですか問題の一つ目ですね。もう二つ目はですね、なんで絵本書いてるんだと、えー、なんで渋谷でゴーストバスターズのイベントをするんだというやつですね。で、この ひな壇もさっきそうなんですけど、僕ちょっとあえて、あの、嫌な言い方したんですけども、ひな壇にしても。絵本にしても、ゴ、ゴーストバスターズにしてもですね。なんか、あの、西野亮廣君っていうのは。必要以上に、論理的な芸人なんですよ。ポイントは論理的な芸人ではなくて、必要以上にポイントですね。あの、やるべきことと、やらなくても構わないことと。やるべきでないことっていうものの、差がはっきりしていると。やるべきことっていうのは。 このの世界の中で、トリックスター、つまりかき回す存在でありたいっていうのが一番やりたい芸人っていうのはこの世界をかき回すことだと、まあ、これを別の人の言い方をすれば権力をいつも批判するのが芸人だっていう言い方にもなるんですけどもそれを大掴みにとればトリックスターっていう、まあ、ユング心理学の用語なんことにすりますこの世の中をひっかき回すような存在でありたいっていうこれが多分西野君が考えているやるべきこと。で、別にやらなくてもいいっていとうことが、 テレビでネタをを見せるととか、えー、絵本を書くということ。これはもう得意不得意もしくは自分の強みがどれぐらいであるのかでやってやってもいいけどやらなくてもいいことであると。でやるべきでないことっていうのはひな壇に参加することとこの3つの差がはっきりしてるのでですねやるべきことトリックスタッシュの役割があればあるほどあまりさっきも言った優先度が高くないひな壇的な仕事っていうのは削って そのトリックスター的なこととと、をやろうとするとこの順位が個人の中ではっきりしすぎているのでさっき言った必要以上に論理的という意味です、ね、のでですね、まあ、世の中からいろいろ誤解されてるんだろうと。で芸人っぽくないけどもできたり勝てたりする例えば古典とか絵本とかイベントの方にどうしても気がいちがち,気が,いち,気,がいち気がいってしまって芸人っぽいんだけども他と比べて 例えば絵本とか古典とかイベントにという圧倒的な他の人に比べて価値がはっきりしていることに比べてさほど差が出ないテレビでネタ見せとかですね旅ロケという仕事は断り気味になるというですねまあトリックスターであるがゆえに炎上が日常であるんですけれどもあれはあの僕は西野劇場と呼んでてですねまああの安倍首長の安倍劇場と同じようなものですね。あの 分かりやすいですね。あのいい人とバカだが設定されてるやつですね。あのひな壇のバラエティは必要ない。さっきも言った。ひな壇に戻ってくるんですけども、ひな壇番組というのが思想的に古くて、実はこの世界全てがひな壇になればいいというのが西野君の考えだと僕は思ってます。つまりみんなあのトランプ大統領に突っ込むじゃないですか？そうするとトランプ大統領って。 なんか結構誰が突っ込んだかわかんないようなやつに突っ込み返しするんですよね直に返してくると世世界界がが壇化してるんですね、この世界が今で。実はトランプって今世界で一番開かれた独裁者じゃないかなと思ってるんですけども <laughs> <laughs> あ,れあの新しい形を、まあ、魔法いろんな人が実践してるというですね、あのー、なので政治家とかの見え方もどんどんさっき言った芸人はひな壇に出てやるっていうのも この10年か15年ぐらいで,できた形式でその前は芸人っていうのはテレビに出ないというふうな時代もあったんですけども政治家にしても芸人にしてもどん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 活躍場所とか定義が変わってきてるというふうに僕には見える、まあ、これがですね芸つ目のですねだからこれに関してはかなり西野君を肯定的に見てます。 えー、最近何やってんの問題ですね。あの、西野君がよく言ってるですね。ま言ってる、言ってるんですよ。みんな。知ってるか、知らないか、わからないけど、街を作るっていう、街を作りたい。 ですね、今、埼玉の田舎の土地をです、ね、もらって街を彼は作ってるんですよね。で、まあ、多分中央にお祭り広場があってテントが張ってたりしてる、まあ、屋台村みたいな <laughs> 悪く言えば屋台村みたいなもんだしよく言えばんだろうなバンガローとかですね昔の,あの1960年代の,あの、ね、ヒッピーたちが作ったコミューンみたいなものになるかもわかんないけどそういうものを作ろうとしてると。で参考資料としては僕がやっぱ考えたのは。 コミックマーケットコミケなんですよね。コミケっていうのは実はスタッフが8000人います。スタッフが8000人ってすごいんですよ。8000人いるから何でも対応できるんですね。っていうのはコミケのスタッフの中には警官もいれば医者もいればですね自衛隊員もいれば政治家もいるし弁護士もいるんですよ。だから実はコミケスタッフってどんな事態にも対応できる。これがあのコミケとサービスの、まあ 言ってることです。僕もその通りだと思うでです。すす。本当にすごいです人ってい人も、あれ年に2回しか集まらないんですよね。であのー、まああの町、ー、を作るっていうのはですねこれぐらいの規模の人が集まれば割と可能なんですよね。でもともと僕が聞いたんでは西野君の話ではですね独演会が終わった後、みんな三々五々飲み屋に行ったりしてお金使ったりすると。でもそれってなんかちょっと変じゃないかと。例えば独演会で見た僕の帽子がかっこいいなと思ったら。 原宿かどっか行って帽子買うで話面白かったら飲み屋に行ってやるとでもこれを全部一つの経済圏にしてしまえばつまりんだろうそれは同じ通貨を使わせるでもいいし独演会に行ったらその独演会に来た人はサービスでその店に入れて安くちょっと飲み食いができてその分のペイバックがあるでも何でもいいんですけどもそういう経済圏みたいなものを作るっていう考え方から多分話が出てきたんだと思うんですね。 なんかね、あの飲み屋とかショップを含めた経済圏というのを作りたいというところからスタートしたというふうに聞いてます。でこれはなんかね2層の都市づくりの,あの概念が入ってると思うんですね。一、えー、つ目はですね、まあ、リアル都市ですねこれはあの埼玉で田舎で作ってるやつですね今やってるおそらくそれはシンボルでもあると。でもう一つはですね VR 都市っていうのかなあのバーチャルでネット上で構築するですね ネット上で例えばフェイスブックでもいいですしツイッターでも LINE でもいいんですけどグループでそれに賛同する人を集めてみんなでワイ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 やるとこの2つがまあ一つになって機能すただその小き木町の弱点っていうのかな今その西野君が作ってる埼玉に作ってるあの町ですねそこには僕が見るには弱点があってそれは何かっていうとですねグーグルマップに載ってないんですよ。 でなんでグーグルマップに載ってないのかというとめんどくさい奴らを来ることを排除できないからなんですよね。あのー、今ねおとぎ町っていうのは来てる人が まあ、ほとんんどボランティアみたいなもんですよで。井戸を掘るぞって言ったら1日目だけ西野君が来て2日目3日目は何かで西野君に乗せられたやつが来てみんなよし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 よやってるという善良の人たちの集まりなのでそこに輩みたいな連中が来たらおそらく抵抗ができないと。<laughs> という、ね、俺は勝手後で本人に聞くけどそういうふうに考えてるんだけどもつまりなんかね町っていうのは実は。 楽しい場所を作ろうと言って集めるんだけども、それ以外にも安心できる場所であるという必要もあると。これが多分、今後の課題になってくるんじゃないのかな。つまり、暴力というものをですね否定するのではなくて、暴力というものをいかに人間がやっている仕方がないこととして受け入れて、システムの中に組めれることができるのかというのが、実は街を作れるのかどうか、で街以上のものを作れるのかどうかという大きな問題になってくると思います。 えー、三つ目ですね、炎上問題ですね。あのー、今日僕が見てですね、面白くてですね、ちょっと思わず参加しちゃったのが差し入れ論争というやつですね。西野君がですね、前から言ってるですね。前から言ってるか、中で、ね、二週間に一回ぐらいは本人が言ってるって言うんですけども。<laughs> 差し入れはやめてくれと。あの、この間、男性用の化粧品もらったけども。もそ俺、それ使わないし、使う時はもう自分で使うもの決めてるし。肌に合う合わないっていうのがあると。でも、なんか持ってきた人は。なんか。 俺、差し入れいらないっていつも言ってますよねって言っても分かってるけど持ってきたんですとりあえず受け取ってください誰かにあげててもいいけど受けど、受取っと言うとじゃあ俺はこれを欲しがるやつを誰か見つけなきゃいけないのかとそいつに会うまでこれを持ってなきゃいけないのかっていうやつで言い方悪い気持ちは100も分かるんだけどもめ迷惑っていうのは分かりますとあと食べ物にしても何にしても食べ物とかもらっちゃったらどういう風うになっちゃうのかというと。 実はデビューしてからずっと毎日毎日ジョギングしてるとジョギングが好きというわけではなくて好きじゃないとただ単に体型を維持したいだけだと差し入れで何かもらって食べてしまったら それは自分が好きで食べるものじゃなくて差し入れもらってありがたいからいただくものだとそういうものを体の中に入れると自動的にジョギングの分数が増えてしまうと。そのジョギングの分数が増えてしまったら俺が本来やりたいことがその分だけこう圧迫されるというですで、ね、またほらさっき最初に言ったでしょその通りなんですよ。その通りなんだけども。 なんかねそれを言った人が納得できない気持ちもよくわかると。なんでかっていうとあの僕西野君のフェイスブックに余計なことにコメントしちゃったんだけども渡す側差し入れするファンっていうのは差し入れっていうのを権利または奉仕と考えるとファンなんだから奉仕するのが当たり前もしくはタレントなんだからこれを受け取る義務があるっていうふうに考えちゃう。現にジャニーズの なんだろうしつけのいい子らとかはまず差し入れっていうのを拒否しないですよねまあ誰が受け取るのかは別としてちゃんと全部受け取るとでもでも受け取る側にとって差し入れられる側にとって実は差し入れっていうのは義務または負担であるというこの本質的な問題が入ってるとでこれをおそらく双方が共有してないこの考え方を。あのなので なな、んだろうな「荷物になると思うんですけども」というふうにファンは言うんだけども荷物になるから受け取らないという結論は多分想定してないんですね。そというのを持ってくると。でもそのんだろうな差し入れというもの自体がもちろん表は善意なんだけどその裏に自分の好きな人に「 例えば「この本を読んでください私感動しました」っていうのは私が感動したという気持ちを分かってくれあなたの時間を投資してこの本を読むという手間をかけてでそれを何だろう私に返してくれというのが自動的にあるとつまりんだろうかなり実はサインをねだるっていうのと同様の厚かましい視点が入っている。ところが あらゆるタレントは売れてない時は差し入れが嬉しくてしょうがないサインをするのが嬉しくてしょうがないのでファンもその見極めができないとどっかであそろそろこの人にとっては差し入れとかいうのは喜びではなくて負担になってるなっていうポイントがあるんだろうけどもそこのところはなんか感知できないわけですねなのでなんかねあのーまあ、なかなか難しい問題みたいですでところがですね最初に言ったように西野君の なぜ芸人であるのかという根本的な僕存在理由というのはトリックスターであるといううに考えているんですね。トリックスターというのは、最初に言ったように、この世の中をひっくり返す、価値観をひっくり返したり、議論というのをひっくり返す存在であると。だから、まあね、あの、実は芸能人っていうのは差し入れを喜ぶ人もいるけど、俺みたいに差し入れを嫌がる人もいるんだよという、なんか問題定義だけ。 でできただけでも、実は彼にとって半分勝ちなんですよ。勝ち負けという問題で言っちゃったなのでそうすると議論が起これば起こるほど西野君は必要以上に論理的な人だからその言語化が得意な人なんでこういうふうになるのかというロジックが得意な人が西野君側について「 で言語化が不得意な人が悪役に回るというこうか二元的な分かれ方をしてしまうところがまたちょっとねあの炎上が起こりやすいところなので炎上が起こっちゃったら西野君に直に言えない人は自分のフィールドでなんかこうボソ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 書くことにやっぱどうしてもなっちゃうので,です、ね、炎上っていうのは僕はそういう仕掛けだと思うんですよね。そのみんなで、「で、さあ、ここの問題を大いいに議論しましまょう!」というととろで炎上は起きつつそこでは もちろん言い合いはあるんだけどもその外側のんだろうな西野見てねえよなとかどうせこのところで見てねえよなというふうなところで炎上が起こりやすいというのは、まあ、僕自身も経験している炎上のメカニズムの面白さというやつなんですね。であのまあまあ,あのさっきも言ったようにあのトリックスターっていうのはそういう炎上が起これば自分としてはその炎上で恥をかこうがなんだろうな。 議論で勝とうが、問題定義できたんだからそれでいいかっていう気持ちになっちゃうのがあるんであの、まあ、こういうあの炎上してることは炎上原因っていうんですけども多分本人の自覚としては「芸人なんだから炎上して当たり前でしょ」と炎上しないということはもうこの世の中に対して批判的な目線が何もないことになると。 だったらそれそれこそ炎上しない芸人こそモギさんにボロクソに言われるべきだという考え方になっていくわけです。まあこんなもんだと思います。えー、結論です、えー。芸人ですが問題、最近何やってる問題、炎上芸人この三つはから考えるように岡田斗司夫にとってですね、アコーディングと岡田斗司夫で西野、えーえー、とはですね、あの野望を持ったトリックスターっていうふうに考えてます。 野望を持ったトリックスターということはどういうことかっていうふうに考えても構わないと思いますよねで。僕が考えるにこれからの世界というのは独裁者の時代に入っていって2015年から2020年までのキーワードが乱世だというふうに思ってるんだけども、まあ、これから必要なのは独裁者と逆に独裁者を選ぶ能力独裁者を切り離す能力っていうのが僕らの中で必要になってくるのではないでしょうか。 ということで,ですね。本人が来る前にですね。では、えー、西野君はですね、西明弘くはどんな独裁者になればいいのかですね。<laughs> 今回本人を呼んで独裁者入門というのをやってみたいと思います。<laughs> えー、西野弘くお願いします。はい。はい、ちょっといろいろ悪いやつですね。本当に話。昨日聞いた嫌なやつだったんですみません。西さんよろしくお願いします。差し入れのやつね。差し入れのやつ。いろいろ面倒くさいことあったんだね。<laughs> 本当に。<laughs> お願いします。 どうなの差し入れ問題いであの言うとですねえとまず岡田さん僕こういうこと考えたんですよもうえと悪人来たって悪人が来てしまいましや僕こういうこと考えたんですよえっと要はまで言うなあのあのですねあのタレントさんのですね収入源って元をたどればえっと広告費じゃないですか つまりスポンサーさんがお金を出されて、うん、それが番組の制作費になって、うん、それが、えー、と一部がもうギャラになるじゃないですかはい,、はい、いつの間にかそうなっ,てそうなった昔は演芸場があってお客さんが出したお金だったんだけどもそうですよねいつの間にかそ,、はい、そういうふうになったじゃないですかつまりテレビの,その広告ビジネスになったじゃないですかってなった時にタレントが必要なのは まあ、好感度ですよね。スポンサーさんが大元ですからみんなに好かれれななきゃいいいけうのが、がそ好感度の時代でずっとあったと思うんですけどってなったら好感度が必要ってなったら例えばすごくまずいご飯が出てきた時にこれはやっぱおいしいって言わなきゃダメじゃないですかまずいものが出てもやっぱこのスポンサーの管理手前とかいろんな人も手前おいしいって言わなきゃいけないんですけれどもでも何年か前はこれで通用したんですけど今。 これおいしいって言ったところでこれが果たして本当においしいかまずいかはもうぐるなみでバレるっていうつまりつまりそれをおいしいと言ったところでお前は舌がバカなのかもしくはこびてるのかどっちかと。うそをついてるってつまり露出すればするほどこいつ嘘ついてんなってなるなと思って好感度が高い人間はバカか嘘ついてるなってそういうふうに取られるなと思って好感度を求めるとねで10年前とかはそれが嘘か本とかを調べる術がなかったので。 ど。嘘を通す,通すことができた、うん、で「やあおいしい」って言ったら「本当にこれはおいしいんだな」で済んでたんですけど、うん、今「おいしい」って言って「こいつ嘘ついてるな」ってもう多分タイムラインにブワーって流れるじゃないですか。でこれで、えー、と確かに認知度は得ることはできるけれども、うん、人気を得ることができないなと。でこの認知と人気は絶対違うと思っていてはい、はい、つまり好感度を得ることはできるかもわかんないけど、はい、そういうふうな。 振る舞でも、評価を得るこそれで、うん、その最たる例って多分、まあ、ベッキーとかそうだと思うんですけど。うんうん

ファンがいいいるかいないかなで、うん、ゲスの極み乙女の方はちょっと、うん、あの長生きしたじゃないですか別居ははは、はい、あの瞬間にバーンって社会的制裁食らっちゃってはい、はい、活動停止になっちゃって、はい、であの時にやっぱファンがいるかいないかっていうのが、うんね、すごく大事なんでこっからの時代は広告費で生きるのではなくて、うん、お客さんからのダイレクト課金で行った方が なんかす強いなというかちょっとのことちょっとやそっとのことでパカッと折れないなと思ってでなったらもう嘘ついてる場合じゃないと思ってでもうムカついたらムカついたとかまずかったらまずいとかちゃんと言おうと思ってですね、うん、でえー、とー差し入れのことにようやく話がなるんですけど差し入れのことで言うとですねやっぱみんなブーブー言うんですよ。 はい、タレントさんって「もらっため面倒くさどうすんねん」って言ってるんですようん、うん、でもっと言うともちろんそれを喜ばれる方もいらっしゃいますしそれは先っきおっしゃってましたけど井正明さん離婚の原因それやそやよ。えあの坂井正明さんって「中央ですよ」とかに出てるやん、はいはい、だから家に年末になったら鮭が何十匹も送られてくるんだって伊勢エビが何十匹も送られてくるんだって。<laughs> で坂井正明さん昔ながらの芸人やから、はい、それをちゃんと食べるところまでがはい。 はい、あのタレントだと、はい、人気商売だということで、はいはい、奥さんに。 料理しろって言うんやけども、その奥さんはその何十匹の鮭を毎日食卓に出すわけに行かない。<laughs> はいはい、旦那はちゃんと料理しろって言うて、はい、あとは現場に行って現場で弁当を食べてるけど。なるほど、なるほど。<laughs> というのがすごいストレスになったというのがあって。はい、やっぱりって思った。いや、それをね、うん、ストレスと、いや、それをね、こないだもツイッターで会ったんですよ。僕は。うん、じゃあ、なんだって、べ、あの。五キロとか六キロとかの荷物を常に持ち歩かなきゃいけないのかっていう話をしたら。うん、あの、バカの、あの、二チャンネルなんか、なんかしんないですけど。うん <laughs> <laughs> そいつがペットボトルの,あのジュース1本ぐらい受け取ってやれやっていうお前が10人いたらもう5キロだからなん,なんで思いプレゼントとするのはお前一人っていうことになってんだでそれでですねあの僕は要は僕はね家が結構貧しかったんですよ。であんまり裕福な方ではなくてえと食べ物を粗末にするっていうのが一番アウトなんです西野家って。でいうと。劇場から昔からら昔ある ものの差し入れが、うんうん、そのままゴミ箱に行くんですよ。

いわゆるプロの芸能人になったら言われるのは手作りのものは絶対口に入れるのっ言われるからそれはそうですよねそれでね活動止まっちゃうわけにいかないので食べ物が捨てられてこんなことがあっていいのかと思ったんですよその僕とあなたの中で好感度を保つために食べ物捨てていいっけと思ったんですよ。食食べべ物物を捨捨てててははじゃなないいですか。かだだったたら、ら。ら、僕僕く 僕はいらない人ですよってです。じゃあ、ファンの送りたい気持ちってどうしたら。はい、いや、もう、それはもう我慢してくれ,てしてくれ <laughs> い。いや、でも、二つあるやん。はい、つまり、誰かが負担を受けなあかんわけや。はい、ファンが負担を受ける方法として、差し入れは我慢する。はい。はい タレントが負担を我慢する方法として受け取って後で自分で処分するその中間案みたいなものはないのか今ちらっとコメントでバーッて流れましたけど現金だっていうのは現金いいと思いますよ僕結構。僕はは。現金よりも嬉しいの 自分ののの本をを買っっってて、ててくくくだだささこここにお金使いいます。とうのを証明ししるるがうん、うん、領収書くれるのが一番嬉レシートでも何でもうんですけどこれ買いましたよっていうそれが一番嬉しいですり。 なな、なんやろうなそれってファンの人が思う、はい、この人のために何かしてあげたいになれへんやん、はい、僕らも子どもの頃はうちまる子ちゃんで山口百恵の引退コンサートに行った時に蚊に感謝し入れたというのがなるほどあの気持ちがやっぱり最も原初のものやったの、ね、その原初のファンの衝動にどう応えるのかとまあだからそれ答えるという方法もあるでもそれ答えた場合全部嘘になるやん。ですよ。 しつけのいいジャニーズの子らと思っニコニコ笑って受け取って、はい、その場で辛い顔しながら捨てていくていうことになるやん、はい、それが嫌なんそれが嫌なんもう捨てるのがもうとにかく人からもらったものを捨てるっていうのが一番嫌なんですよ。うんうん、あ,のあれどうやの、えー、っと誰かコメントでフェイスブックの方に書いてた「はいはい、もらったものありがとう」って言って次にくれた人に渡すっていうあそれ僕この間やったつまりその誰にあげてもいいって言ったのでいや、うん、化粧品をプレゼント プレゼントされて、「いらないって言っていいいらななじゃないですか、化粧品ななんて。うん、でいていいらっっ言化粧品プレゼントされてでも本当いらないいらないって言ってたんですけど、うん、もう誰かにあげてくださいって言ったのであのサイン書いったねでつい来たお客さんにこうやってあげて、うん、それでよかったはずなのにどうやらこう僕にプレゼントした人からすると。うんうんうん それあんまり気持ちよくなかったみたいで、そんなお前次の人にあげんなよっていう。あれやっぱりじゃあ僕にもらった差し入れは次の人にあげますから、みんな誰がもらっても嬉しいものをくださいっていう言い方になっちゃう。そうするとサラダオイルとか、なるほど昆布とか商品券みたいなおせんみたいなのが来てしまうやろな。なるほど。うん。いやでももう難しいよねこれ。難しいですよ。本当難しいですよ。言うたら迷惑やねんけど、笑って受け取るのが人気者ののギムっていう。はいはいレス・オブリージュ いつまりそれなりの地位を得た者っていうのはそれなりの負担をする義務があるという考えそれでいうと堺雅樹さんのやってる、まあ、確かにねでもそれは家庭の離婚というかや、はい、<laughs> ってるじゃないですか結 <laughs>、うん、しかもそのねもういよいよ劇場にゴミ箱に生もの捨ててんのってねもういよいよバレるんじゃないかなと思ってんすよね <laughs> あのここも可視化されるんじゃないかと思っていて、うん、もう嘘つくのをやめよういらんもんはいらん」って、ね、僕は迷惑だってもう言おうと思ったんですよね 僕は迷惑というのはこのロジックを分かってくれてことだよ。そうそうですね。つまりファンと違ってそれはもう教育になってくる。いや教育ですね。教育教育生徒になってくる。もうそうなっちゃいます。だかうんその辺が面白いね。だからなんやろうな街を作るっていうのも最終的にみんなが楽しめる街っていうのはみんなの要望を受け入れるだけと違って俺は。 人の集まりというのはこういうものであると思うというのはある程度言うことを聞くような環境にせんと、ーシャナくなってくる。ドいじいですか。やいやいや、そう先取り戦納得せんでもどうせ岡田さんたちそっち行くやろって先取りせんで大丈夫。まだまだうよ脚色ありますぜ。社長けますか。手紙はどうなっとったんですけど、手紙は嬉しいですよ。手紙は本当にかさばらないから。それはえっと十枚もらうう。申し上げま差し入れどんなに嫌がる人も絶対手紙だけはよもうな。手紙は嬉しいですよ。手紙は本当嬉しいですでも。 僕ねそれね西野君のねフェイスブックにコメントで書いて、そしたら西野さんのあの講演会でファンレターボックスっての置いてたら、なんか2000人ぐらいはい僕独演会で独演会で2つしかファンレターがなかった。1000人に1人しか書いてくれなかった。俺それで思ったのが、あファン層っていうのもあるんやと。結局ファン層っていうのがあるから。 手紙を書くということと、みんなに負担をしいると。確かにね、僕のファンの方、手紙なんか、そもそも書いてくれない。ですね。だから、そこで乱暴にも、西野のファンって、マイルドヤンキーばっかり。ゃ手紙なんか書いてくれないですね、なかなか。確かに、二0人、0千人って、僕しか出ないライブですよ。僕しか出ないライブで、二通とか終わってるじゃないですか。終わって、終わってんですよ。はい。まあ、でも、差し入れそうでした。なんか、いろいろありました。何でしたっけ?。あるとね、あの、ディズニーに勝つ問題、どないしましょう。 前俺話した時に「エロい絵描けて言うたやんや、はい、現代の浮世衆になるとそんなに女が好き裸が好き昔から実は裸描いてた」って言うんやったら、はい、もうあの。 もうプペルの次に何かまたまたええ話っぽいの書こうとしてるやん見るからにはいはいはい見るからにはい見るからにそんなん置いといて裸かけって言うたやん小川さんねこういう話があったんですよそれで僕もそれずっと考えていてですねこの間えっとなんだろうスパかなスパか何かの連載連載じゃなくてスパか何かの企画でですねえっとカメラマンをやってくれって言われたんですよ グラビアのグラビアのカメラマンをやって、まあ、番組の企画でなんかカメラマン西野やれみたいなことでースパンさんとコラボでやったんですけど。うんうんうん カメララマンかとか、ね、かととグラビアの、どううしようかなと思ったんですよ、うんで。普通に写真撮っても別に僕写真撮る技術もそもそもありませんから、うん、なんかならではのやつの方が絶対にいいなと思った時に、うん、そういや僕中学校の時に、うん、あの自分のおかずを自分で描いてたなっていうのをそこで思い出して、うん、で岡田さんにそれ言われたじゃないですか「うん、それ書け」って言われて、うんうん、であそれいいと思ってですね、うん、あのグラビアアイドルにですねグラビアアイドルに普通に制服着てるんですけど、はい、この子にあの。 額縁だけ持たせてるんですね。美術室みたいな設定で,はい、はい、で。額縁を持ってこういう感じで持ってきたみたいなこういう感じでその額縁の中はもう完全に「画像出ないんですか、ね?」そのかないんです完全にだからその写真じゃなくて絵だからケ、OK、ーだったんですよ。つまりう でもそれはそういう仕事を受けてくれるグラビアアイドルしかあかんやいや、でもね意外とねいや最初はそうだったですよ石原さとみかあかんですよそうなんですよ北川景子そうなんですよ。僕ね最初はそういうことをおしゃれで受け取ってくれるグラビアアイドルの方だったんですけどスパさんから「ちょっと連載でやりませんか」みたいなでこれはアートっていう方に振っちゃって連載でやってうまくいったら本当に。 冗談であの乗っかっかかてくれれるる人いいもしれないですよ。うん、つまりその水着も着ないような、うん、水着にもならないような人の乳首を描くことができるかもしれないっていってそれはねやっぱ俺もっとね、はい、言ってほしいよあの本人の許可なしで。<laughs> みんなが今一番見たいアッキーな稲田のヌード安倍首相夫人と稲田防衛大臣の <laughs> 乳首の位置をどこか。 阿ケ夫人の乳首。日本中の乳首を好きな。誰が見たいんですか阿ケ夫人の。そこまでやって俺芸人が描くヌードをやって思ってもらうはどうしても。なるほど。それはねなんかわかるよ企画としては面白いけど。許される範囲でやってるから。なんかね、プロが考えた企画やね。なるほどなるほどなるほど。とねアホの考えた企画じゃないと。じゃ阿ケ夫人の乳首描きますか。怒られるの。じゃ怒られる。エロい絵描いてほしいけどい当に。描きますエロい絵。 おとぎ町やねんけども地方自治体と姉妹都市とかああいやだからあれね町やても今言い張ってしまってはいでいろんな地方自治体とそこそこ仲ええやんイベントとか呼ばれてるいろいろありませんほんだら仮想都市やねんけど姉妹都市契約しませんかって言うてそうするとそれぞれの町に特産物の店出せるやんはい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 ははいはいはいいはいいははい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  ああ。今キャラクター商品やろ。はい、そうです。違うん、ね、で、はい、町の特産品やって言うたら、はい、何かこの。ほのぼのロハスな人らも受け入れてくれみ、はい。なるほどね。<laughs> どね悪のささやきやな、<laughs> ほんまに。<laughs> なるほどね。なるほど、面白いですね。ああ、それいいですね。うん、でも、俺ほんまにね、なんか町やっていうのを、自分自身で。信じちゃって、それを。 みんなに信じさせるようなやり方っていうのはもうその段階に来てるんでしょうけどなるほどなるほどなるほどまだ手はまだんか水もちゃんと出けてるしね電線が今度通るんですよにすごいなはい電線がついにい俺小学校6年の時見た「明るい農村」とかそんな場組 NHK でこんな感じになってきたなみんなで電線通すんですよだから本当にねんか都市として宣言してしまってで町長っていう芸人として やってでも具体的に言えば本当に姉妹都市だねはいはいはいでそのさっきも言った地方名産ショップっていうのをいろんなところにやってしまうと<ー>そうするとそこで店出したいという人も出てくる,る結局今自分がやってることをはい、はい、おとぎ町で売ったら売れるん違うかというふうになればんか延々自分がもの作らんでもいいしあのね最近ね、うん、それはねあの狙ってたわけっていう。 あーこれどうおもろいんじゃ差し入れショップか一番嫌いなはい,いやでも、はい、あれやんあの JR がやってる忘れ物特売ってあるやんあ<ー>、うん、はい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 、うん、はいはい、はい、なるほどなるほどね。結局それで得た利益はどういうふうにするのかさえはっきりしといたら差し入れショップってありなんちゃうかなと差し入れされたものを売るってこと差し入れされたものを売るっていう そんなショップがあるところに差し入れしてくれます。かどうや、売られるんだってことはわかっる。差し入れがなくなれへんのが悩みポイントやで。ああ、まあ、でも、そのお金の使い道をちゃんと、あの、明確にしておいて。なんか、こういうことで使いますから、ってしてくれ。る差し入れショップ。すごいこと思いつく。差し入れショップですね。ほら、逆に差し入れしたくなるって。ああ、何かに使われるっていうことが。ああ、なるほどね、面白い。僕、最近、あれやろうと思うんですよ。それ、ちょっと相談。 ですけど、あのやっぱロボット興味あるんですよ。ロボットは興味あってもう一つとえっと人間にも興味があって、そロボットに代替されない仕事にはすごく興味があるんですよ。いやあの乗っ取られない仕事、AI とか来てもこの仕事って多分大丈夫だろうなとかでロボットに代替されないえっと人間力がある人間力を使わなきゃあの成り立たない仕事って。 なんだろうとすごく考えた。<laughs> で、一つは一つはあの本番前に言いましたけど、おじいちゃんおばあちゃんにきょ超興味があるって僕は。あ、はいはい言ってた、ね。おじいちゃんおばあちゃんで超興味があって、うん、えっと沖縄の居酒屋なんですけど、うん、あの80グラムのジジがやってるんですよ。うん、で、ここの居酒屋見事なのが、うん、えっとジジイがですね、こう一人で切り盛りしてるんですけど。うん 一番飲みながらしよよ。うとすするんで一番最初にですね最初に潰れてやばいと思って寝ちゃうんですよ。で僕は飲んでた一人で飲んでたんですけどしゃあないから座敷に連れていってあげて座布団こう寝かしてあげてタオルケットこうかけてどうしようかなと思って一人でこうやって飲んでたら お客さんが来るもうこれやれなきゃいけないんですけど帰ってくださいって言ったらこのミステが潰れてしまうから結局僕は接客とかするんですねほんでビールとか出そうと思ったんですけどこの時事がズボラですからサーバーとか入れ替えてなくてやばいと思って僕コンビニまで走ってオリオンビールを買ってこれでいいっすかみたいなことやってほんで切り盛りしてですねでレジ売って僕が買えるんですけれど次このお客さんが残ったお客さんが。 そのの次に来るるお客客さんん接客をするんですでね。つまりこの店っていうのはじじいがじじいだったばっかりにズボラだったばっかりに最初に酔い潰れたばっかりに <laughs>、うん、オン送りが、がペイワードが勝手に発生してる。これっていうのは10代のとか20代とか30代とかの若い人たち、うん、つまり仕事がしっかりしてる人たちが店に立っていたら。うん ここううい現象って起ロボットがやってたら完璧に仕事しますからもう完全に店員とお客さんで完全に分かれたと思うんですけどこれじじいがだらしなくてでも愛嬌があったばっかりにああやらなしゃあないなって思ったから僕たちは動いたんですけどこれっていうのは僕すごい未来の形だなと思ったんですつまりロボットに代替されないっていうのは能力っていうのは愛される欠陥であるっていうおじいちゃんおばあちゃんってそれ持ってるじゃないですか。多分岡田さんってまだ 仕事遅刻したら、らちょっとと怒れる思うんですよ。僕も怒られるでも、90代のおばあちゃんが遅刻した時って怒らへん怒ないじゃないしゃあねえなってなるじゃないですかなんかあれって老人力だなと思って人間力だなと思ってああいうのが使える仕事をいでもねそれもね人間だけというわけにいけへんよイタリア車乗ってる人って要故障するやんあそうですそうです故障が好きやん あ、故障が好きですね。だから、イタリア車に乗ってるから故障して遅刻っていうのは許されるっていう感じがある。あるつまり、何かっていうと、それはイタリア車が キャラクターになってるからキャラクター化されてると西野君が今言うた欠点が長所になりうんねんだから猫を駅長みたいなもんや猫を駅長にしてるやん猫やねんから動けへんねんけどそれでもまあしゃあないって言うけどキャラクターになってるら、ロボットは自分一人でそのキャラクターになる能力があるのかといわゆるディレクターとかプロデューサーがついてキャラクターですっていう持ち上げ方をせんでも独自でキャラクターになれたら もいですよロボットがそれやられたらやばいですよね。なななるほどね。ね。ねそそそれででもい話じゃさううすデータいっぱい取ってこういうものが愛されるっていうデータ取ったらロボットも自分でまだまだ今人間がボーカロイドプログラムしてヒット出てるんやけどしまいに僕らが介入できへんところで勝手にデビューして勝手にヒットされてしまったらどないしたらええんやと思うやんか。 人工知能を大喜利で答えてくれるやつやあれまだ大喜利に参加してくれるからええけどはい、はい、あいつらが司会やってあいつらが勝ち負け判定しだしたら人間が入ってると大喜利の速度が遅いって言われるかもわかるなるほどな。ラインでも LINE、ねね、世代なんてお題が出たら1秒以内に答えがビャッと出てきたらこの大喜利面白いと。 でも人間やったらこのホワイトボードに書いて見せる間がウザいって言われかねるなるほなるほどな前西野君が言ったテレビがなんで入るようになったかたスマホの画面は小さいからひな壇みたいな人数いらんって言ったやつあれとあれと全く同じようにマっていうのが邪魔に感じる世代が君の名は以降出てくる可能性がすごい高い怖いよななるほどちょっと考えいやほんでこれどうですかねで 今日ずんだろう人間ができる次の新しい仕事ってなんだろうって考えた時にそういやですね例えば本とかって本むっちゃあるじゃないですかこれってもうほとんどの本は読んだら価値が下がるっていうか値段が下がるじゃないですか古本になっちゃうじゃないですか。だけれど例えばですねご覧の方って岡田敏夫さんのことをすごい好きな人が多いと思うんですけど。 そう、願ってます。<laughs> <や> <laughs> コメントを見ると時々心が痛い時があるが <laughs> 主にそう願ってます。<laughs> <で> <laughs> 例えばじゃあ分かんないすじゃあ「キムタク」でもいいですわ「キムタク」でもいいですよ「キムタク」はすごく好きでっていうファンの人とか多分いらっしゃると思うんですけど好きっていっぱいいますよ今今「掘りたい」ぐらいって書いてあるそれはいらん好き多いですよありがとうございますで岡田司夫さんみたいに話したいだとか岡田司夫さんみたいに物事を考えたいっていう方多分結構いらっしゃるじゃ 岡田斗司夫さんがどんな本を読んでどこに注目したかって言ってすごくファンの方とかは気になると思うんですよ。それぞれたぶんだからビートたけしさんとか松本清張さんとかまあひょっとしたら安藤裕樹君とかそういう人に全部それはありうるあるじゃないですか。その人の構成要素というかどういうことでこの人が出来上がったのかってで僕ね今度あのあれなんていうんですか本のあのめ読イヤーっていうんですかあの本の気になったところチェックするおるじゃないですか。 あれだけが入ってるあれ,あれが入ってる本屋さんみたいな。うん つまり岡田斗司夫さんの本を使用済みの本この本を多分多分千円で買われたら岡田さん読むときにその代わり全部気になったところ折ってください例えばその茂木健一郎さんみたいな人に本代あの出しますと新品の本と交換しますその代わり読んだら必ず気になったところ折ってください折る分量あなたのもう具合で考えますも一個そう言うとその本屋さんの本棚は作者別というこで読んだ人別読んだ人別めちゃくちゃ面白いめちゃくちゃ面白いお前賢者 読 <laughs> んだ人別の本屋さんっていうこれってしばらくロボットには持ってかれない <laughs> 今からやけど女子高生の使用済み本って書いてあったけど <laughs> <laughs> まあでもそういうことでもある。つまり単なるエロ本でも例えば <はい S 2> あの「悪徳の境」でも何でもやけど女子高生が読んだっていうふうなことで追ってやったらそこにバリューが出てしまうそうそそそうそう,そう,そう。ういう本屋、うん、も,うもうすぐにやろうと思ってるんですけど、うん、今日。 今日こっちに来る途中に帰ってくる新幹線とか思いついてうん、うん、あこれだと思ってこれは、うん、しもう向こう5年ぐらいはロボットにはできないぞと思ってこれ一回やりどうですかね面白いなこれ穴ありますかねうんうーん、まあ、本当にあに女子高生のパンツ販売と同じで本人特定の問題はい,、はい、いわゆるで、ね、ハリウッドてるサインみたいなもんで、はい、消務書みたいな。でもそういうふうなね面倒くさいことを考えても多分その書店が誰が経営してるかということやと思う それをいかにも思いついたぞというなんかちょっとヤンキー崩れみたいなやつがやってたら偽物ちゃうんかと思うんやけどある程度顔出してるとか長通ったやつがやっててその本確かに手に入れたやろうなと思ったらええしら、まあ、に言えば茂木、ね、さんとかそのな堀エモンみたいな人が「はい、あ俺読んだ面白かったからおったよ」っていうふうに自分のツイッターで言うてくれたらもう完璧じゃあ値はどうやってつけるのかって言ったらそれ本仕事はさオークションちゃうオークションですかね。つまり行ってもや、<ー> あなたがやろうと思っていることは量産品を一点物に勝ち上げしてしまってる。そうすると勝ち上げしてしまったものっていうのも,もうオークション対象になってしまう。はー、うん、オークション。穴<あ>、ね、とは違うんやけども、でもその方が販売しやすいやん。で同じものがいっぱい出ても、それはなんかこう防げるやんかオークションやんか ああ、面白い。うん、いやそ,そもそもあのどっかに、うん、えと店舗を構えようというつもりがさらさらなかったのでネット上でやろうと思ってたのでうん、うん、あオークションいいっすね。うん オークションやったらだから証明書とか必要なく一点物だというふうに言えるから<ー>ここで書かれてる通り追ってるものをどん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 量産して販売されてるに違うかというやつもいや一点しか出てませんというふうに言えるやん。<ー>でついでに言えば茂木さんのサインが最後のページか最後のページ,ページに、ね、一応やってでそれぐらいみんな書いてくれるからそうすると茂木、まあ、さんの読んだ本っていうのが出てくるよな。 ああそれ面白いな、うん、やろうやるか僕やろうそれで売り上げを何回に使いたいんですよはいはい、はい、そこまでちゃんと物語をつく図書館作ったらいいやん売り上げ図書館作ったらいいんさも、ね、うん、あのおとぎ おとぎ町の中に図書館作って、はい、結局それはおとぎ町のメンバー今西野君しかおらへんけど西野君の下にやっぱ第2第3のスターみたいなのがおらんとあかんわかその辺のおすすめ図書みたいなやつでそれ図書かも分かれへんし DVD かも分かれへんし<ー>映画かも分かれへんしこれを見ろっていうまずは手間のかからない教育施設の原型みたいなものを作るのが一番いいんなあそれ面白いなオークションいいっすねえな あオークションやろう。うん、ちょっとやりますわ。それやろう。やろうという。おとぎ話国会。いいですね。<laughs> あ、いいっすね。いや、儲かんないですよね。わかんないですよ。この千円の本が。三万円で売れたりするかもしれないですからね。うん この人が読んで、ここはチェックして。はいはい、大勢。それを作るために、じゃ、あその次のステップで何かって言ったら。それぞれの人に、も本を提供するというふうにやればよ。はいはい。結局、じゃ、まず本の基礎を大量に受けて、おとぎ町では。で、本の基礎を受けました。で、この本どうするのかっていうと。本を読んでほしい人に、うちの本屋にこれありました。あ、なるほど。読み終わったら、追って返してください。面白い。っていうふうな仕組みにすれば。あ、なるほど、面白いですね。すみません、ありがとうございます。すみこれ、ちょっと聞いておきたかった。で後半はね、国を作るという。 町を作るから国を作るにステップを上げるつまりディズニーかってディズニーでも一応町というかテーマパーク作れたんやからあれに勝つには国を作らないで国を作るのは実は難しくないよっていう話と独裁者いい独裁者はんでしょうねっていう話を後半の方にしようと思いますので一応前半のアンケートを取ろうかなアンケートをお願いします。

賛否両論、賛否面白かったが多いんやけどね、なんかねあまり良くなかった良くなかったもんねおるから。これ多い方う、お前のせいや、お前のせいや。完全にいるんですよとにかくあの批判するっていう層は絶対いますから。僕なんですあの少ない方ですよこれは全然。いやいやいや。じゃあいき言っておましょうか。ではではこれからですね後半の裏ゼミの有料の方に入ります。お願いします。はい。